法賭博堂元のボーヤー氏の経歴、ギャンブルで一度は自己破産。破産後もカジノでギャンブルを続け、120万ドルも融資を受け、その支払いもされておらず現在も訴訟中。高額の賭けを許されるバカラのギャンブラーの傍ら、2019年頃からブックメーカーの経営を開始したことがバレ、いくつかのカジノの出入り禁止に。その頃には CA に広大な自宅を構えていた。ボーヤーが今回捜査したとなった理由は、OC のもう一つの U7 の宮の破滅が原因とのこと。元マイナーリーガーなどが顧客で11人が起訴され、その関係者からボーヤーの名前が浮上したとのこと。どうもと反省してなさそうで草。大谷からむしり取る気満々やいけ。大谷が MVP 取った21年に近づいてきたブックメーカーの堂本なんて怪しさ満点のやつに付け払いするんだから病気でしかないやろ。頭ではヤバいと思っても歯止め効いてないやん。堂本は分かっててやってんだから反省するわけないだろ。通訳から年収の何倍もある7億の貸しをちゃんと回収したあたり、堂本として優秀。周りは事態の進展知りたいからせかすけど、これ以上こじれさせないためにも好き勝手言わせて捜査に全面協力だ。ブなんかこれ下手すると違法博打側から大谷が脅される可能性もあったんだよな。そういうのを考えるとガチで一平クソすぎるわ。大谷からの入金履歴を宣伝に利用してたみたいだからね。巨額後払いは大谷から回収できることが前提だから、水原が大谷の口座からきちんと金を抜けるか確認した可能性は高いと思う。マシューボーヤーは2018頃からずっと捜査されてるけど、逮捕されるでもなく、こうやって顧客情報をアメリカや日本のメディアにも話してくれる。顔写真も出てる。違法賭博業者がどういう扱いなのかがわからん。まるで一平が巨悪と関わってたみたいな扱いやけど、完全に大谷から金引っ張る前提。なんなら水原大谷の口座から抜けって脅されてんじゃねえかこれ。大谷の金使わせる前提やん。どうしてこんな立ちの悪い連中に絡んだんや一平。